皆様、ビューティー体験へようこそ。資生堂ビューティーコンサルタントのひながお送りする本日のビューティー体験はこちら。就活時におすすめ、インテグレードで作る就活メイクということで、就活に重要な清潔感、知性、意欲を感じてもらえるような就活メイクに仕上げていきたいと思います。業種ごとにおすすめのメイクなどもありますが、本日はベースとなる基本のメイクをご紹介していきたいと思います。それではまずベースからです。使用するのはこちら、インテグレートプロフィニッシュ BB。 今回は1番のやや明るめのカラーを使用していきたいと思います。早速つけていきたいと思います。この目の下のですね、中央の部分、悩みが目立つところになると思うので、しっかりカバーをしていきます。でフェイスラインに向かっては中央に伸ばしたものをなじませていただくと、濃くつくところと薄くつくところができるので、これ自然な立体感ができる分、厚塗り感っていうのがなく仕上がるので、厚塗り感がないけれどもしっかりカバーされたっていうベースメイクが就活メイクにはポイントとなってきます。光の反射を利用して毛穴、シミ、そばかすをカバーしてくれるような BB ファンデーションになるので、しっかりカバーをしながらも素肌感のあるベースメイクっていうのがこれ一つで完成するので、就活メイクにはおすすめのベースメイクかなと思います。 BB ファンデーションが完成しました。こちらカラーコントロールの効果も一緒に入っているので、下地がなくてもお使いいただける BB ファンデーションとなっております。つけた途端ピタッと肌にフィットするので、つけたての仕上がりが続くようなベースメイクになるので、お直しがしにくい時とかにもおすすめのファンデーションとなっております。プラスでですね、私がおすすめするのがこちらです。インテグレートスーパーキープパウダーになります。テカリやすいって方はですね、パウダーを一緒に使用していただくのがおすすめです。結構 T ゾーンとかはテカリやすいと思うので、 T ゾーンとかだけにこう押さえていただくだけでも全然大丈夫です。ただ全体をマットにしてしまうと結構のっぺり感っていうのが出てしまうので、押さえるところと押さえないところっていうのを使い分けていただくとおすすめです。粉っぽくならずに余分な皮脂を吸着してくれるようなパウダーになるので、テカリだったりヨレをブロックしてくれるので、お直しの際にもおすすめです。続いて眉に移っていきたいと思います。眉っていうのが知性を表すようなパーツになってくるので、基本の眉の描き方で描くのがポイントになってきます。インテグレートアイブロウペンシル N グレーの941番を使用していきたいと思います。基本の眉の描き方なんですけども、白目の終わりの真上に山を取っていただきます。続いて小鼻と目尻を結んだ延長線上が眉尻になってきます。眉山と眉尻を繋いでいきます。ここ軽いタッチで描けるペンシルなどで力を入れずに一本一本毛を足すように描いてください。続いて眉山から眉頭を結ぶように描いていきます。眉頭の位置は目頭の真上になるので、ここの線がはみ出さないように気をつけていただければと思います。眉頭は濃くなりやすいので、繊細に一本一本描き足すように描いていただくのがおすすめです。はい、このように基本の眉の描き方が完成しました。サポート系の業種の方とかは眉山はそんなに角度を取らずにちょっとふんわり描いていただくのがおすすめです。今回私は髪の色に合わせてグレーのお色味を使用しておりまして、接客業などを受ける方でこう華やかに仕上げたいという方は明るい色を選択してあげるとおすすめです。はい、続いてアイメイクを仕上げていきたいと思います。デカ目ではなくこう目力を意識し、意欲を感じる目元に仕上げるのがポイントとなってきます。まず使用していくのがこちらです。インテグレートスナイプジェルライナーブラウンの620番を使用していきます。ジェル状のアイラインになっておりまして、ブラウンのカラーをチョイスしております。こちらを目尻から中央に向かってまず描いていきます。目の際に引いていただくのがポイントです。目頭から中央に向かって描いていき、つなげていきます。こんな感じですね。後でアイシャドウをつけていくんですけども、アイシャドウを重ねることでこう肌に馴染んでいくようなジェルライナーになるので、少しガタガタでも大丈夫です。激細なペンシルになっているので描きやすいです。続いてアイシャドウを重ねていくんですけども、使用するのはこちら、インテグレートトリプルレシピアイズブラウンの703番を使用していきます。
アイシャドウは肌なじみのいいベージュやブラウンのカラーを選択していただくのがおすすめです。今回自然なグラデーションを作っていくので、この左側の3色を使用していきたいと思います。先ほどラインを描いたんですけども、ライン描くのが難しいって方も多いと思うんですけども、今回使ったジェルライナーしっかりなじむので、アイシャドウをつけるときに調整していただくとおすすめです。まずこちらの明るい色からアイホール全体に伸ばしていきます。くぼみの部分を目安に広げてなじませていきます。続いてこちらの2番目のブラウンカラーを使用していきます。先ほどアイホール全体に伸ばしたので、今度二重の幅線ぐらいまで伸ばしていただいて大丈夫です。続いて一番下のブラウンのカラーを使用していきます。こちらは反対側のチップ、細いチップになっておりますので、こちらで目の際、このラインを描いたところをぼかすような形で入れていきます。はい、これで簡単なグラデーションができます。先ほどアイラインを引いた際に、こうちょっとガタガタになりやすい方とかは、そのアイラインをぼかすような形でアイシャドウを入れていただくとしっかりアイラインがなじむので、苦手な方でもこういった使い方をしていただくと綺麗に仕上がると思います。マスカラはブラックでしっかりめにつけていきたいと思います。使用するのはこちら、インテグレート松井クガールズラッシュおてんばカールを使用していきます。アイラッシュカーラーでしっかりまつげは最初に上げていただくのがポイントです。しっかり根元から持ち上げるようにマスカラをつけていきます。上下まつげにしっかりめにつけていきます。これで目力のあるアイメイクが完成しました。事務職の方だったりするときは、ややシャープにラインを長めに引いたりするのもおすすめです。接客業などのこう華やかさをちょっと出したい方は、ピンクやオレンジ系のシャドウを使っていただくとちょっと華やかになってメイクが仕上がるかと思うので、ぜひそちらも試してみてください。それではチークに移っていきたいと思います。使用するのはこちら、インテグレートチークスタイリストレッドの271番を使用していきます。自然な血色感の出るチークカラーを選んでいただくのがおすすめです。こちらの濃い色味を先に取っていきます。でチークの入れ方も基本のチークの入れ方でつけていきたいと思います。この鼻先と耳の前を結んだ中間地点ですね、そちらを起点に置いていただいて動かしていきます。ラインをこうイメージして入れていただくといいかと思います。こちらの左側の2色を混ぜて取っていただいて、濃い色をのせた部分からの周りをちょっとこうぼかすような形で入れていただくと、ちょっとハイライト効果もあるので立体感が出てきます。肌になじませていくカラーとして使っていただくのがいいかと思います。はい、これでチークが完成しました。自然な血色感で顔色がよく見えるようなカラーとなっております。続いてリップなんですけども、インテグレートボリュームバームリップ N レッドの383番を使用いたしました。お色味がですね、偏光的に見えるカラーを選んでおりまして、こういったちょっとペンシル型になってるリップになるので、こう輪郭を取りやすいっていうのもポイントかなと思います。綺麗な発色が長持ちするようなリップになってるので、就活で結構面接とかで結構喋ることが多い時などにもおすすめのリップになっております。グロスやパール感はちょっと控えめにしていただくのがおすすめです。就活メイク完成しました。ヘアもですね、こういった形で結んでおりまして、耳の高さと同じ位置で結んでいただくとフレッシュで知性を感じる就活メイクに仕上がります。いかがだったでしょうか。可愛いではなく感じが良いかどうかを意識してメイクしてあげるといいと思います。本日のビューティー体験が良かったなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。就活生の皆さん、メイクがうまくいくだけで少し自信がアップするのではないかと思います。大変な時期ではありますが、メイクをする時間だけでも気の休まる時間となればなと思います。応援しております。それではまた次回のビューティー体験でお会いしましょう。ありがとうございました。